私たちは ICT を利用したスマート農業に関わる研究をしています。その背景としまして、今の農業の抱える問題、例えば農業労働人口の低下などに対処するため、スマート農業を導入するということが大きな目標としてあります。そのため奈良県の特産品である牡蠣を対象として、ここ五条において実証実験をしております。具体的にはアシストスーツを導入し、労力を削減したり、気象情報や画像情報などを AI で解析し、栽培システムを構築するようなことを行っております。数値目標としては、労働力の 15% 省力化及び高品質牡蠣の 8% の生産量増を目指しております。このような取り組みを通じ、五条における牡蠣の経営モデルというものを構築し、ひいては地域の活性化につなげていければと考えております。